しろ持っていたかもしれない、生徒として許したかったかもしれない、でもそれは引き継がれないということで、遺言書にですね、一郎が死んだ場合には真由美に譲ると明記していただきたいんですね。誰がいつ死ぬかということが活動が落ち着いています。